こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では服の手放し方というテーマでお話をしてみたいと思っています。僕のこの YouTube チャンネルでは服を捨てなさいということをですね、何度も何度もお伝えしているかなと思っています。詳しくはですね、他に動画を用意しているのでこちらを見ていただきたいんですが、ざっくりと解説すると、服選びにおいて一番大切なのは新しい服を買うことではなくて、まずは手持ちの服を見直して服の総量を圧倒的に減らすこと、この手順がものすごく重要なんですね。コーディネートというのはアイテムの集積でできているものなので、1点ずつのアイテムが古臭かったりだとか、なんとなくやぼったいと、どう頑張ってもおしゃれにはなれないんですね。大切なのは定期的に服を買い替えて、常にですね、自分のテンションが上がる服だけがクローゼットの中に並んでいる状態を作るということなんですね。ところが多くの男性を見てみると、随分前に買った服だとか、着てもテンションが上がらない服だとか、もらい物の服だとか、こういったあんまり着ないものがですね、たくさん並んでる状態なんですね。この状態で毎朝服選びをすると、どうしても迷いが出てしまうし、面倒くさくなってしまうわけですね。大切なのは本当に使うごく少数精鋭の服だけが並んでる状態を作るということなんですね。そのために重要になってくるのが服を捨てるという手順になってくるわけですね。ですので、ここについては再三お伝えしているんですが、ただですね、服を捨てるというのはなかなか難易度が高いのかなと思っています。これは僕自身も同じで、服を捨てるというのがですね、なかなか僕も苦手なんですよね。ついもったいないなとか、まだ使えるのになっていう罪悪感が出てしまって、どうしても服が捨てられないわけですね。そんな僕自身がどのようにですね、服を手放しているのか、ここをですね、今回は具体的に4つの方法をですね、皆さんに解説をしたいなと思っています。今回の動画を参考にしていただければ、皆さんもですね、どんどん手持ちの服の量を減らせるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは主に大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということで、まず1つ目の方法からお伝えしたいなと思うんですが、まずはですね、メルカリを使ってどんどん手持ちの服を売っていくという作業ですね。この方法というのは今回解説する中では一番ハードルが高いかなと思うんですが、ぜひ皆さんにはですね、この方法というのも開拓をしていただきたいなと思ってるんですね。メルカリというのはここ数年で一気にですね、知名度が上がったサービスかなと思うんですけども、まだですね、僕の周りでも使ってないという方が意外と多いんですね。もう使ってる方はヘビーに使うんだけども、全く触れてない方も僕たち30代40代の世代には意外と多いんですね。ですので、まだ使ってない方はぜひ今すぐアプリをダウンロードして触っていただきたいなと思っています。メルカリというものにも一応ですね、メリットとデメリットがあって、僕はどういう時にメルカリを使っているのかというと、ちょっと奮発して買ったんだけどもうまく活用できなかった、こういう時にはメルカリで売るようにしています。例えばマッキントッシュのコートを買ったんだけどうまく使えなかったなとか、高い革靴を買ったんだけどうまく使えなかったなだとか、お洋服をいろいろ買ってると、こういう失敗ってつきものなんですよね。特に気合を入れて買ったものを外した時って、やっぱり心理的なダメージが大きいかなと思うんですが、そういう時こそメルカリを使って売るとですね、結構高値で売れたりするので、心理的なハードルというのがだいぶ下がるのかなと思っています。それなりに頑張って買ったものだと転売がしやすいんですよね。その一方でユニクロだとか GU だとかグローバルワークだとか、価格帯が抑えめのものっていうのはメルカリでそこまで値段がつかないので、あまり適してないかなと思っています。あと微妙なのがセレクトショップのオリジナルというところも、そこまで高値で取引はできないので、僕はあまりですね、メルカリで売ることはないです。セレクトショップで売ってるようなどこどこのブランドとか、ある程度一定のファンがいるブランドであればメルカリで売った方がはるかに高値で売りやすいかなと思っています。メルカリっていうのは基本的に売り手と買い手が直接つながってるサービスなので、間を抜かれることってないんですよね。もちろんメルカリが手数料として持っていくんですが、ここにですね、中古販売店なんかに持っていくと、そのお店にですね、利益を抜かれたりするので、どうしてもですね、買い取り金額ってそこまで高くないんですが、その点メルカリだと結構いい価格で売れたりするので、ぜひ皆さんにもですね、メルカリという方法は試していただきたいなと思っています。なんとなくですね、億劫だなと感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、非常にですね、手間はかからないで簡単に取引ができるので、ぜひトライをしていただきたいんですね。スマホがあればそれだけで完結ができるんですね。写真で商品を撮って、あとは商品の
解説ですね、サイズであったりだとか状態ですとかこういったポイントがありますよというものを書いてあげれば簡単に商品を登録して販売をすることができるんですね。で実際に売れた後も商品をですね梱包した後に実際にヤマトさんとかが取りに来てくれるのでそこまで快適にですね売買ができるのでメルカリはものすごく便利なサービスなのかなと思っています。僕なんかはですね正直メルカリ以前からですねヤフーオークション通称ヤフオクというものをヘビーに使っていた世代なんですね。特に学生時代ですね、大学生の頃ってお金が本当になかったのでその中でトレンドの服だとかこれが欲しいっていうのがすごくあったので僕はですね休日になるとフリーマーケットに行ってなるべくですね良さそうなブランドのものを値引きをしてもらいながら購入をするんですね。そしてフリーマーケットで買ってきたものを綺麗に写真を撮って魅力的な解説文を書いて今度はヤフーオークションで売るこういったことをやっていたんですね。そうすると結構ですね買ってきた値段よりも高値で売れたりするのでそれで結構ですね副代に当てることが多かったんですね。ですので僕はですねこういったヤフオクだとかメルカリというものにだいぶ慣れているので未だにですねちょっとこれは買ったけど失敗したなというものはメルカリで出品をするようにしています。まあ、このですね一連の商品を売るという作業自体が結構ですね面白いですしあとはビジネススキルを磨くにもですね結構有効だったりするんですね。どのような角度から写真を撮れば商品が魅力的に見えるのかライトを使うとより素敵に見えるだとかこういったスキルって結構ビジネスの場面にも生きてくるかなと思っています。あとは商品の魅力をいかに文章で伝えるのかこれはコピーライティングというところにもつながるところがあって非常にですねこのメルカリで出品するということから学べることは多いのかなと思っています。まだやったことがない方はですねぜひメルカリというところで商品を売るということもですねトライをしていただきたいなと思っています。まあ、メルカリというのは服だけではなくてもちろん日常品何でも売れるんですね。例えば僕だったらカメラのレンズこれはあんまり使わなくなったなという場合はメルカリに出したりだとかあとは家具だとか家電でちょっとあまり使えなかったなというものはどんどんメルカリに出すようにしています。そうすると結構なお小遣いになったりしますのでぜひ皆さんもですね、副業の第一歩としてでもですねメルカリというものを使っていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目の方法なんですがこれはですねセカンドストリートに持ち込むという方法ですね。まあ、ここでは具体的な名前を言ってしまいましたが、まあ、中古の販売店だとかそういったところに商品を持ち込むのがいいかなと思うんですが中でも僕はですね断然セカンドストリートがおすすめなんですね。このお店というのは全国展開していて結構近所にもあったりするんですね。僕も今の自宅からも割と近いところにありますし前の家にもですねやっぱり近くにセカンドストリートがあったのでそういったところにですね結構頻繁に商品を持ち込むようにしています。でこのセカンドストリートの良さというのは結構ですね、いろんな価格帯のお洋服でも買い取ってくれるところなんですね。まあ、ユニクロの服もそうですし GU の服もそうですしあとはセレクトショップのオリジナルの服なんかも僕は基本的にはメルカリに出すよりもセカンドストリートに持ち込むことの方が圧倒的に多いです。まあ、商品のコンディションに関しても良いものからちょっとくたびれたなというものでもある程度は買い取ってくれるので手軽さというところを考えるとやはりですねメルカリよりは断然セカンドストリートの方が使いやすいかなと思っています。ただ先ほどもお伝えしたようにちょっと頑張って買ったものに関しては値段がですねメルカリの方がつきやすいのでそういうものに関してはメルカリで出店をするようにしています。あくまで買った時の定価だとかファン層がしっかりいる商品なのかどうかでどちらを使うのかというところを分けるようにしています。で結構セカンドストリートの良さっていうのは服だけではなくていろんな雑貨も売れるんですね。僕はですね服の買い物もたくさんするんですが意外とですね電化製品だとか雑貨だとかいろんなものをですね買っては試してっていうことを繰り返すのでその中にはですね成功するものもあれば失敗するものもたくさんあるわけですね。そういったものはどんどんですねセカンドストリートに持ち込むようにしています。まあ、価格で言うとそこまでですね高い値段はつかないことは多いかなと思うんですが家の中に使わないものがどんどん溜まっていくとですねやっぱりそれがストレスになっていくのでどんどんそういったものはセカンドストリートに持って行って販売をした方がですね明らかにいいかなと思っています。僕の場合はですね年に 5,6 回はですねセカンドストリートにいろんなものを持ち込むようにしています。普段からセカンドストリートに持ち込む用の大きな袋を用意しておいて、まあ、着なくなった服だとか使わないなという電化製品だとか雑貨をその中に入れるようにしています。そしてそれが溜まってきていっぱいになってきたらセカンドストリートに持ち込んでいるんですね。そのようにルール化していただくと着ない服というものはどんどんですね手放しやすいかなと思いますのでぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。
はい、続いて3点目なんですが、これはですね、お洋服屋さんに持っていくという方法なんですね。まあ、具体的には着なくなった服をユニクロですとか H&M なんかに持ち込むようにしています。まあ、もちろんですね、先ほどお伝えしたようにセカンドストリートに持っていくというのも一つの方法なんですが、ちょっとした小銭が入るよりは商品がリサイクルされたりリユースされる方がいいなという方も中にはいらっしゃると思うんですね。そういう場合は買った店舗に持っていくとそのままリサイクルをしてくれるので、これも良い方法なのかなと思っています。まあ、特にユニクロなんかは自社の商品はしっかりと預かってくれるので、まあ、こういったところに持ち込むのも良いのかなと思っています。一方で H&M というのは自社のものだけではなくてどのブランドの服でもちゃんと引き取ってくれるので非常に便利なのかなと思っています。まあ、どちらのお店にしても引き取った商品に関してはリユースしたりリサイクルしてくれるので、その点ですね、心理的なハードルを下げながら自分の洋服を手放すことができるのかなと思っています。まあ、僕の場合はですね、 H&M は近くにないんですけども、ユニクロに関しては結構近くに店舗があるので着なくなったものなんかを時々持って行ったりしています。このような方法で手放す方法もありますので、ぜひ皆さん覚えておいていただきたいなと思っています。はい、そしてラスト4点目なんですが、これはシンプルに捨てるという方法ですね。これが僕の中では一番ハードルが高いんですが、着古した服というのはもうこれは思い切って手放すというのが間違いない選択かなと思っています。まあ、僕の中ではある程度基準があって、まあ、下着のようなものに関しては半年に一度のペースで新しいものに買い替えるようにしています。僕の場合は白い T シャツだったら無印良品で買ったりだとか、パンツのような下着に関してはエアーズとかを履くことが多いんですが、こういったものは半年に一度の割合で入れ替えるようにしています。まあ、どんなに気に入った服でもある程度よりよりになってきたらこれはもう手放すしかないですね。まあ、僕は捨てる時にはですね、服にですね一応一言かけながら捨てるんですね。ありがとう、お疲れ様でしたっていう形で捨てるんですけども、まあ、この瞬間ってやっぱり寂しいですよね。でも新しい服を買う前にはこういった捨てるという作業は必ず必要かなと思っています。服を買う前に捨てるという作業、こっちの方が大切なんですね。僕は必ず服を買う前に捨てることを先にするようにしています。ぜひ皆さんもある程度着古した服というのはリサイクルに出すのもいいんですが、どんどん手放すということも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではどのように具体的に手放せばいいのかということについてお話をしました。まあ、4つの手段があるんですが、ある程度値段がつきそうなものに関してはメルカリで売るということがまず大切ですね。そしてちょっとですね、ユニクロ、GU、グローバルワーク、その他ですね、あまり高すぎない服に関してはセカンドストリートですとか中古のお洋服屋さんに持っていくというのが1つの手段かなと思っています。そして3つ目はユニクロですとか、あとは H&M なんかに持って行ってリユース、リサイクルをするという方法ですね。そして4点目は捨てるという方法。こちらの4点をしっかりと理解をしておけば、結構ですね、ハードルを下げながら洋服を手放すことができるのかなと思っています。この中でもですね、やっぱりメルカリというものにぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っています。まあ、新しいことをするというのはやっぱり面倒くさかったりもするんですが、一方でこういったものに慣れると一気に世界観が広がったりするので、洋服以外にもですね、皆さんの趣味のものをどんどん売ることもできるので、ぜひメルカリというところにもトライをしていただきたいなと思っています。合言葉は服を買うなら捨てなさいですね。必ず新しい服を買う前に手放すという作業をしながら、ご自身のクローゼットの中のお洋服というのをなるべく最小限に留めるということ、ここを頭の片隅に置いていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。